こんにちはニコンイメージングジャパン公式 YouTube チャンネル Z の世界へようこそお相手は阿部秀之ですさあ今週第三週目になりましたさあ今週は何の話するかっていうとね、どこまで取れちゃうの Z の連射進化したスピードね、デュアルエンジンで何が変わったね、ストレスフリーは操作系だけではなかったね。それとあと 記録メディアエレビア重要だよってお話、えー、この3本をね指定し,していきたいと思いますさて僕はね鉄分はゼロですよく安倍さん鉄道好きなんですかって言うとまあ強いて言えば乗り鉄かなあのはい、ヨーロッパなんかで tgv なんかだとねあの拡張することにまあずっと乗ってって随分とヨーロッパの鉄道の旅をしましたけどでも基本的には鉄分ないですただこれ 小田急線、ロマンスカーですけど、僕、あの、小田急線沿線に住んでるんで、ロマンスカーはよく撮るんですよ。で、最近かっこいい車両どんどん入ってきて、特にこう、ロマンスカーがすれ違ったりとかするのかっこいいんですよね。で、こう、反射があったりとか。で、こんなシーンはね、よく撮ったりしますね。さあ、えー、今日もね、ロマンスカーをね、撮った写真をちょっと後でご覧に入れたいんですけども、ね。さあ、デュアルエンジンになって大幅に高速化。ね。 えー、撮影のね、えー、速度、それからね、枚数、あとオートフォーカスも高速化になっています。撮影の速度なんですけど、Z7 は秒9コマでした、ね。で、Z72 は秒10コマになりました。 14ビットローン時はね、約9コマ秒に一つ落ちますけども、ね、でも、z 7 2 1 0コマと覚えてください。そして、Z6 はね、12コマ秒でしたけど、z 6 2になって14コマ。こっちは2コマ速くなってますね。はい。まあ、14ビットローン時は10コマ秒になりますけども、でも、z 6 2はね、秒14コマ。これ早いですね。はい。取れます。それから、取れる枚数なんだけど、z 7 2は77コマ。ね。 Z6 II は124コマ。これ実際に撮ってみるとも撮ってんじゃないのかなって思いますけど、なんかね、使ってると限界がないっていうくらいの感じで撮れるんですよ。で、もちろんオートフォーカスも速くなってますから、ずーっと追従するし、気持ちがいいです。ね。さて、えー、で、あの、今回、連写の速度が上がるだけじゃなくて、EVF の表示もちょっと改良しています。あのー、 どうしても連写するとね、EVF がね、こうちょっとカタカタっとなるような感じがあって、滑らかじゃないとこあったんです。だけど、細かいの表示フレームの数を増やして、より滑らかに見えるようになってるんで、ずっと連写で撮っていても気持ちがいいです。ね。これもぜひね、えー、お試しください。ね、覗いたらすぐわかります。さあ、今回、カードは、えー、ダブルスロットに対応して SD が使えるようになりました。ね。 で、これを望んでいた方もねたって、とても多かったので、喜んでもらえると思うんですけども、これ大事なのはね、ただ、カード、ね、ちゃんとしたのを選んでほしいんです。まあ、SD になると、まあ、種類もまた豊富になりますから、あの大切なことはね、自分が信頼できるカードを使うってことなんですよ。僕は昔はずっとね、サンディスクをよく使ってきたんですけども、 あの、XQD になってから、ソニーを使うようになって、今その流れで CF Express も僕はえソニーのを使っていますね。ソニーのタフというね、シリーズなんですけども、これ CF Express。そして、SD カードもね、ソニーのタフというのを使ってますけども、これあの、今回ですね、 CF エクスプレスタイプ b カードで、PCI エクスプレス Gen 3ねえー対応ですよとかって言ってますけども、これ、CF エクスプレスによって、やっぱり早いの遅いのあるんですよ。であのー、まあ 新しいカード高いからっていうのはありますけど、あの、ずっと使うものだし、これに写真が入るわけですから、ここはね、えー、いいものを使ってもらいたいです。で、僕はあとやっぱりシステムとして考えてもらいたいんで、あの、カードリーダー。カードリーダーも、もうどこで作ったんだかわかんないようならやめてください。やっぱり、まあ、僕今ソニーのもちろん純正使ってますけど、サンディスクの時はサンディスク使ってましたけど、やっぱりね、ちゃんとしたものを使う。で、特にカードリーダーって SD の場合は、本当にいろんなのがあって、よく SD、 のカードってちょっとラグが潰れたとかってありますけど、あれってカメラで起きることじゃなくて、カードリーダーとかの方が多いんですよ。ですから、あのカードリーダーもちゃんとしたものを使って、自分のシステムをいつも完全な安心できるものにするってことがとても大事です。その上でのやっぱり速さなんですよね。さあ。えー マンションの窓みたいになってますけど、これ何かっていうと、この間、その小田急線ロマンスカーを撮影した写真、これ130枚ぐらいあるんですけど、ちょっと見てもらいたいと思います。あ、全部見たらとても時間かかるんで、少しね、抜粋して、えー、ご覧に入れますけども、えー、z 6 i で撮りました。ね、えー、増刊してます。ISO204,800。 これはっきり言ってね、もう夜です、夜。あの、日が完全に沈んじゃってます。で、あの、ちょっとまあ街中だから少し明かりがある。ね、それを撮ってます。レンズは AFP の7300です。あの、F ニッコールです。ニッコール F。えー、マウントアダプターで Z62 に使ってます。まあ、このあたりから撮り始めて、本当はもっと近くなってから撮ってもいいんだけど、 あの、枚数に余裕があると思うから、ずいぶん早くから取ります。で、取り始めて、ちょっと、あの、何枚か抜いてますからね、ね、えー、ポンポンとくる感じがしますけど、ね、まあ、このあたりからずっと連続でずっと取ります。はい。で、えー、ピントもよく合うし、ね、もうストレスなく、ね、で、 あんな先の方から取り始めると、この辺りまで来ると、あれ大丈夫かなって言って、あれあれって言って、取れなくなること前あったじゃないですか。もう全然ないです。もういくらでも取れるんで、もう安心して、どん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 ね、取っていきます。で、普通はですね、 もうこのくらいアップになってきたらもうやめるんですよ。でもやめるんだけども撮れるの分かってるんでもうやめません。ずっとシャッターを押し続けます。はい。そうするとだけど、それはそれで面白い景色が映ったりするんです。はい。で、ずっとずっと撮ってると、ピント合わせてますね。まだカメラはね、一生懸命ピント合わせてます。で、えー、もう先頭車両はるかに行っちゃって、で、後ろにちょっと信号が見えたり、でもまだ、 何もなくなっちゃった。今これよーく見ると赤色だけあるんですけど、ボディだけちょっと今見えてますね。はい。で、それでもやめずにまだずっとやってます。そうすると、また何か見える。はい。電車が行き過ぎたら、今、反対側の線路を新宿に向かってる電車がちょっと見えたんですね。で、今これピントいまいちだけど、次の駒でもちゃんとピント合います。はい。そして、あ、まあこれが最後ぐらいかなと思って、元のままスッと向けて、ロマンスカーに戻して、 もう一発でピントありますから、それをずっと見送って新宿へ行くとで、僕はあのー、赤いね。この踏切のシグナルがボディに反射するのが大好きなんですよ。で綺麗です。でなんでそんな夜撮るの？って言ったら、まあカメラの性能試してるっていうのもあるけど、この赤い反射がくっきりはっきり見えるのが楽しいんで。 で、で、もうちょっとすると本当によく写って、そこのったりですね。あ、いいや <laughs>、と思って。で、まあ自分で満足して。鉄じゃないんです。すみません。鉄の写真としては、僕はちゃんと、あの、撮り方を勉強したことないからわかんないけど、ただ、自分としてはね、えー、Z62 でストレスなくこんな電車を楽しめるうちの近所で。あの、まあコロナの中でね、そんな遠くまで行かれないけど、まあ家の中のね、写真もあるけど、身近なところで撮れると楽しい。でも、そんな時にストレスなく、やった今日も撮れたぜって言って、 さあ、打ち返ってね、一杯やろうみたいなで、そんなことがね、身近でできる。でもやっぱりこの速さってものは、やっぱり明らかに速い方が楽しいんですよ。ね。それを皆さんにもね、お伝えしたいなというふうに思います。さあ、3週目ね、ね、えー、新しい Z、ね、Z6、2、Z7、2ね、速さということをね、お話しさせていただきました。ね。さあ、また来週もお会いしましょう。ありがとうございました。